さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤスサガです。さあ行きましょう。今回のロードスターもすげえ進化してきましたね。以前これ KPC がついた時の KPC ご存知ですか？もう何年前だろう、あれ2年3年前2年ぐらい前、 KPC も同じ道走ってますけども、 KPC って何のことかっていう方、あれもすげえから改めてロードスターの凄さもわかるのでぜひとも見てください。概要欄に貼っておきます。そして今回はいやどっから言う、フルモデルチェンジって言っていいだろうな、これ。松田さんはなんて言ってんだろう、今回の モデルチェンジを。マイナーチェンジって言ってんの、フルモデルチェンジって言ってんの。これ電子プラットフォームが全部切り替わってるので、これフルモデルチェンジって捉えていいです。外装は全部一緒なんですけれども、ライト周りは違いますけどね。でももう中身が全く違う。でもね、今僕がこれ乗っているのは、騙されないでくださいね。これ、これレザーパッケージなので、レザーパッケージでここがレザー巻かれてないじゃないですか。だからその瞬間にこれは先代モデルです。だから新型はこれレザーパッケージなのと、この辺りもレザーが、だから高級感すげえ高まったんだ。で先に言ってしまうと25万円ぐらい全体値上がってますので、でもその値上がりは絶対価格は25万円高くなっちゃってるんですよ。高くなっちゃってるんですけど、絶対価格で考えたらまあ高いかもしんない、高くなってるかもしんないけど、なんで同じこと言ったか分かんないけども、納得の内容だと思います。大富士山綺麗。ちょっとここでね、多分違いが出ると思う。ブレーキかけながらギューって入る時のこの後ろの KPC でもこういう後ろのめくれ上がりを防ぐけども、さあ今回どうなってるかね。振動も結構あって、カメラがカチャカチャ言ってるけども、だからマイクつけてます。マイク音源を今日は使うかもしれない。エンジン音入るかな。ちょっとこのエンジン音もぜひとも確認しといてください。エンジン音も変わってるはずなので。いや、やっぱロードスター気持ちいいよ。今イーカラチームにはですね、新しい、8というメンバーが加わりました。まあ僕の昔ながらの、まあ、地元の、まあ、友達なんですけども、まあ気心知れた中で、まあ新たにですねイーカラメンバー増えたんですけど、まあマニュアル運転苦手だっていうから、今度今ね実はカババでロードスターすごい物色していて、だからロードスターのこれがどん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 世に出てくると、結構今回代替えで結構買われてる方いらっしゃるんですよ。今までね新規の方が7割ぐらいだったんですよ、ロードスターって。だからそのぐらい結構新規をどん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 増やしているっていう、そういう魅力的なモデルだったんですけど、まあまあ戦略者としてねすごい効果的な車だったんですけど、だったっていう言い方おかしいな、効果的な車なんですけど、しかしながら今回ね新規の方が5割ちょっとぐらい、だから昨日客の方もうすでにオーナーさんがどん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 乗り換えてるって話なんですよ。なんでそれが変わってるかっていうと、この辺りも全部違いますので、ちょっと今日どういう風に動画構成したら一番分かりやすいのか、まだこの時点で僕新型乗ってないんですよ。今日はね本当もうマツダの開発の方々の思いで、いやゴミさんにはまずその旧型乗ってもらいたいと、先代モデル乗ってもらいたいと、その上で新型乗ってくれっていう指令が出たので、今仰せの通りにしております。さあじゃあちょっと戻ってですね、このまま新型乗り換えましょうよ。どんな感じになってるかね。いやー何にせよ楽しみ。もうね説明聞いててやばかった今回。でも相当車がある程度詳しくないとちょっと理解しづらいのかな。まあいつもだよね松田さんのはね。まあ一言で言ってしまえば CX60 の電動プラットフォーム全部こっちに持ってきてますみたいな、そっから全てのいろんなことが始まってます。まあなんでそれを持ってこなくちゃいけなかったのかっていうのもちょっといろいろお伝えしながら、さあ行きましょう。じゃあ時飛ばします。あちょっと最後さカーブ、うわ今ふわっとしてるね。ああいったところとか変わってんのかな。さあちょっと最後カーブ、ここちょっとスッといった時のこのリアがちょっと安定感が高まってるはずなので、さあじゃあ乗り換えます、どうぞ。さあ改めましてこちらになりますよ。ほら分かります？どっちが新型どっちが旧型分かりますか？だって外反パネル何にも変わってないですからね。だから外反パネルの金型はほんと一切変わっておりません。で外反で変わったのは大きくはまずライトです。ライトはですね、はい、この今スモールライトここについてますけど、この形が
はい、このようになりました。もうフル LED になっております。でさらにはもう横とかそういうのは変わらないので、あ、ちなみにホイールデザインも変わりましたよ。タイヤとかは変わらないです。アドバンスポーツ V105 履いております。195/50 16インチですね。はい、ちょっと早く走りたいから焦ってる。まあだから何にも変わらないですよ、今乗っていたのとタイヤもね。だからホイールデザインがちょっとおしゃれになりましたよね。今までのこのホイールも十分かっこいいんですけど、ちょっとはいおしゃれ覚えてきましたみたいな、この加工の部分がちょっと違いますよね。そしてほらリアのライト周りが全然違う。リアもフル LED になりました。でだから外反パネルが変わらないので、これそのまんま既存のロードスター乗られてる方はもうこれにそっくり入れ替えができるじゃんって思うかもしれないですけど、先にお伝えしておきます、残念ながらそれはできません。でさらにミリ波レーダーつきました。ミリ波レーダーついたのでレーダークルーズコントロールができますけれども、そのレーダークルーズコントロールもセンターにつけなくてもですね、ちゃんと前照射が測れる最新型がついているので、なので今までロードスターって要はつける場所がなかったんですよ。日本のこのナンバーもつけないといけないしっていう形で、でも今サイドにつけても真正面が見れるっていう形で、結構ヨーロッパ車とか多く結構これつけてますけど、このミリ波レーダー最新型だからそれを採用してきたので、まあナンバーとかデザインとかを変更せず、このグリルの中のデザイン変更だけでミリ波レーダーをつけてくることができたっていうのも結構大きなところですね。まあなのでグリルの中のデザインは違うという話、結果として機能も変わるという話です。ミリ波レーダーがついてきたので、あとこれ両方ともレザーパッケージではあるんですけど、先ほどお伝えした通りです、これレザーパッケージね、通常の樹脂のこれセンターコンソールですけど、ほらここもレザーで巻かれてきましたよ。これだけは既存のオーナーさんがそのまんまやろうと思ったらこのまま入れ替えられるパーツになります。あとほらセンターモニターも変わってきた。 8.8 インチでしたっけ、 8.1 インチかな、はい、今テロップが正確でございます。今までとは違う、ほらだからマツダコネクトがついたわけですよ。だからね、まあそういうのも含めて結構乗り換え需要の方が多いというのも聞いております。じゃあもう新型走っていきましょう。どうぞ。さあ行きましょう。エンジンかけるところから行きますよ。駐車録画があります。おお、ちょっと黙ってて、もう今すげえ余韻に浸ってたのに、今エンジンかかった瞬間の、あ、ちょっとやっぱ吸気音かな、エンジン音少しハードになった感じ、分かりやすくなったというのかな。はい、いやだからね、なんか日本特有のこういうのがもう超興ざめしていく。だから夢からこういうスポーツカーは絶対冷めちゃいけないの。だから夢から冷めさせないで。だから僕もうほんと自分で買ったら ETC であるとか、あのもう全部ね喋れなくさせちゃうんですけど、だからあのね声が聞こえるだけで、そのねなんて言うんだろう、夢から覚めちゃうきっかけなんですよ。マジああいうの邪魔全然関係ない話から、だからなんかそういう気持ちにちょっとさせるところから、もうなんかねやっぱ今日テンション高い。なるほどね。相変わらずちょっと振動が強いからフレームがミシミシ言ってる。今日ちょっとごめんなさい、エンジン音入ってるかな、ちょっとミシミシ音がフレームから出てる。ちょっとフレームは僕今度修理します。自作フレームなのでちょっとこの振動に耐えられてない。まあ意外とまあロードスター全般揺れるので、うん、まあそのあたり、まあ揺れるというかそんなね乗ってて不快な揺れではないんですけど、ちょうどこの僕が作った自作フレームとの共振数が合う感じなんですね。うん、なのでみちみち言って、ちょっとみちみち言わないでお願い。いやなんだろうこれ、ちょっと上質な感じになった。なんでこの上質さが出てるのか、なぜこれそれを感じるのか、なんだろう、ちょっとスポーツ性はそのまま全部残しながらちょっと質が高くなった感じ。今までのロードスターに25万円プラスしていいからもう好きなことやってよって開発陣に予算を与えたら、なんかロードスターらしさは全部色濃く残しながら全体をちょっとずつなんか研ぎ澄ました感じっていうの、
ハンドルがやっぱすごい。これ今回ダブルピニオンはダブルピニオン、もともとダブルピニオンなんですけど、そのねダブルピニオン型の、これもともと昭和さんだから日立アストモ製の、まあ、あのパワーステ使ってるんですけれども、そのパワーステのちょっとダブルピニオンのそのピニオンをかけてる場所をちょっと変えることで、今まででちょっとピニオンかけてる場所がダブルピニオンなんで、スターリングからのギアとモーターからのギアはちゃんと別々の形にあって、しっかりとしたものは使ってってたんですけれども、ちょっとねセンター寄りのところにモーターがついてて、だからなんかまあぐらつきやすいというのかな、あのピニオンの中であのシャフトが、だからそれを支えるためにブッシュを使ってたんですけど、それをねブッシュなくしたんですよ。だからピニオンを、モーターのピニオンを端っこに持ってったので、何言ってるか分かります？だから指示をするのをステアリングからのピニオンとモーターからのピニオンでもう2点でちゃんと端々で指示できますっていう形で、無駄な指示点なくせたんですよ。それによってフリクション低減で、さらにはあの今回ねこれ今まで、まあはっきり言うとこういうのがだからサプライヤーさんとの協業で車って成り立つよってところなんですけど、これ今までロードスターの要はステアリングのこのフィーリングって、要は日立アステモさんが味付けを最後、まあ、あのソフト開発というかソフト調教してたんですけれども、あのそれをもう内製ソフトにしたので、だから自分のところで味付けができるようになったので、ロードスターらしさっていうのが展開できるようになったと。でそれがどこかっていうと、なんかねずっと手応えがちゃんとある。今までもロードスターすごく鮮明なんですけど、僕がよく言うこのセンターがすげえはっきりしてきたと、戻る時のタイヤの、だからこれ多分今までの旧型を乗ってる方がこの新型に乗ると、おそらくタイヤ変えたのって、なんかタイヤ剛性すごい感じるんだけどとか、そういう風に思う方もいらっしゃるかもしれない。今タイヤの状態がすっごいよくわかる。なんかね足回りがすごいしっとり上質滑らかになったような印象さえある。まあそのぐらいステアリングからのインフォメーションってすっごい大事なんですけど、なんかそれが出てる。うわマジ今日なんでフレームこんなにガタガタ言うの？ちょっともしかしたらなんか、あこの間ちょっと重たい荷物乗せられた時に上に割れちゃったのかもしれない、フレームが。ごめんなさい、ちょっと本当今日はこっちのマイクの音源でいきたいと思います。いやーすげーよこれ、すげーよこれって言っても、その違いを説明を受けて乗らなければなんか当たり前じゃんって思われそう、そういうような印象さえ漂う。なんだろう、なんかね言葉にするの難しいね。すげえ良くなってんだけど、この良さってどう伝えるの？なんか全部車の注目点って、車の精度って実はこういう話ってあんましたことないかもしれないですけど、煮詰めるべきポイントって実はハンドルで一番気にするのどこですかって、多くの方が気にするのってハンドルの切るとこじゃないですか。でもハンドルの精度を上げようと思ったら、実はね切り戻しにこそ結構ミソがあって、切り戻しで絶対にハンドルを緩ましちゃいけないんですよ。だからタイヤがグニューって荷重がかかったところから旋回が終わって戻ってくるに従って、でタイヤがふわって戻ってくるじゃないですか。そのフィーリングがそのままちゃんと手に伝わってくるように、パワーステを介して伝わってくるとか、アクセルも踏んでる時のリニアさっていうのも大事なんですけど、何よりも戻した時のこのリニアさっていうのもとっても大事で、だからそのあたりがすげえコントロールされてる。だからねなんかすげえ運転しやすい。なんかね体によりフィットする。今までロードスターはあの体にフィットした乗り味が出してるっていうのも特徴的ですけれども、その体にフィットするレベルがちょっと今までとは違う、よりフィット。なんかね新しい、今までもトレーニングウェア着てるんですよロードスターは、だからそういう印象なんですけど、そのトレーニングウェアでも新しい素材が出てきたような感触、
だからなんか汗も吸うんだけどもサラサラずっと肌触りもしててでも体にフィットしてみたいな、だから高機能素材になったような、だからそういうトレーニングウェアを着て運動するかのような気持ちよさがあるっていうのかな。体の動かしやすさは変わんないんだけど動かしてる時の爽快感が違うみたいな、そういう印象。そっか、これなんかねパワフルに感じてるのはこれ3馬力の向上が効いてんのかな。でなんでかというと日本に対する廃浴対応してきたんですよ。グローバルで言うと要は廃浴っていう言い方すればいいのか、だからグローバルでの廃浴って億単価96なんですよ。で日本の廃浴って億単価で言うと100なんですよ。だからこのロードスターは今まで96までしか対応してなかったんですよ。だから96以上の億単価にしようとも、だからレギュラーと廃浴のちょうど中間ぐらいにヨーロッパとかの要は廃浴の基準点ってあるんですよ。だから日本の廃浴ってちょっと質が高いというか億単価が高いんですよ。だからでも本来であればそういう億単価がグローバルだと96、日本は100、この 4の億単違いのこれ分を本当は年長合わせるべきなんですけど、今までロードスターやってなかったんですよ。だから今回はその100っていう日本の廃浴対応をちゃんとしてあげたことで、すげえ上がった、マジ上がった。だからこのアクセルをちょっと踏んだ時の突きが全然違う。でさらにまあ KPC とかは使ってます。使ってるのと、なるほど、ちょっと待って、ギョンギョン、ちょっとここを試せるとこないかな。なんかどことなく違いはわかるんだけども、後ろのめくれ上がりがよりなくなった印象というのか、後ろのどっしり感、旋回時のどっしり感、ロードスター乗りの方だったらわかると思う。例えばブレーキ踏みながらこういったところ入りますって言った時に、後ろのタイヤがふわってちょっとめくれ上がっちゃうような動きってちょっと怖いなって思ったことはありません？あの動きがこの新型はなくなるんですよ。でそれは KPC 使ってるからでしょって、 KPC って対角、要は左旋回であれば左側の後ろにだけブレーキをかけて後ろ側から引っ張ってあげるような形なんですよ。だからそういうのをやるのが KPC って、これ電子制御の賜物なんですけども、これはデファレンシャルを変えてるんですよ。特殊デファレンシャルです、デファレンシャルギアです。でそれをカムの角度を変えてあげて、減速サイドと加速サイドがあって、でその減速サイドの方が効きを高めてるんですよ。でまあこのロードスターのバランスだからそれはできるっていう、そういう言い方もできますけれども、だからね減速サイドでデフをしっかりとちゃんと効かしてあげると、しかも効く時もねリニアにじわ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 って効くんですけれども、それをやってあげるとね旋回時のリアの接地感が高まるんですよ。要はなんて言うんでしょう、サイドブレーキだけを引いた時みたいな、ちょっと違うんだけど、要はサイドブレーキって両方のタイヤに効くじゃないですか。だからなんかその時ってまあちょっとそれは違うか、減速サイドにブレーキを使っちゃうのと違うもんな。デフのね減速サイドの効果ってね、レースとかですと1.5A とかのマルチプレート機械式デフのこのカム角度の違いとかを組み合わせていろいろできるんですけど、だ僕は F3 の時自分でデフ組んでたので LSD を、だからそれでマルチプレートクラッチのねカム式の要はデフですよ、LSD ですよ。だから通常よく言われてる機械式デフ、まあよく 1.5A とか言われてるのは、減速サイドに対して加速サイドの方が効きやすいよね、 1.5 倍で効くよねっていう、そういうのが 1.5A って言われるんですけども、これは逆 1.5A ですからね、減速サイドの方がこれ効くっていう、ちょっとね面白いことやってるんですよ。そのもうデフはですね、まあ、デファレンシャル詳しい方とかだったらわかるかもしれないですけど、まあ、トルクバイトレシオってまあ、どのぐらいのトルクでもってデフが効くかっていう、まあ、その数値あるんですけど、今までの要はスーパー LSD、まあ、このロードスター用に開発したすごいねオープンデフにちょっとした加工、ちょっとした加工っていう言い方おかしいですけど、コールスプリングをちょっとね要所に入れてあげると LSD 効果を出せるっていうね、すげえ画期的な、それもね LSD ロードスターもともと使ってるんですよ。でそのトルクバイトレシオでいうと今まで 1.8 なんですよ。それ加速サイドにのみ効かしてて減速サイドは効かないっていう形やってたんですけれども、あれは減速サイドにも効くよ、
1.8、1.8 でしょ、あの構造で言うと。あれ違うの？いや、そうだよね。あの構造で言うと、トルクバイトレシオ両方とも加減速 1.8 同士ってことか。で、今回はそのトルクバイトレシオは加速サイドに関しては 1.8 のまんま、減速サイドに対しては 2.2 まで上げてるんですよ。だから、より効きやすくなったっていうね、減速サイドでね。だからそれに応じて、要は回転差が進入で生じた時に、その回転差を解消するために、しかもそれがねじわって効いてくんですよ、その構造上。それがねすごいところ。あの昔のマルチプレートクラッチとかで言うと、あの LSD なんて、あの突然ギュンって効いちゃうような、それはねイニシャルトルクを下げられないから。何のこと言ってるか分かります？やばいですよね、こういう説明。あの昔のマルチプレートクラッチの、まあ、機械式デブって、まあ、僕も例えばドリフチャーとかには入れてますけど、それをだから、それってイニシャルトルクを下げられないのが難点なんですよ。だから普段の街乗りしようと思った時に、例えばあのサーキットとかでもガソリンスタンド行く時に、ほんのちょっとハンドルでも切ろうもんなら、ガチャ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 ってデフが効いちゃうんですよ。でもそれってイニシャルトルクが効きすぎてるから、普段必要ないところでも効いちゃうんですよ。だから安定感と旋回力のバランスをさせるのが LSD なんですけども、それをうまくじわじわじわって効かせてあげる、普段は効かせないで、効かせる時にもじわじわって効かせるっていう、そういった、まあ、特殊 LSD を開発したっていう言い方になるだろうな。それが結構ね、ミソとも言えますかね。まあ、なのでそのデフがより生きてくる場面は、こういう減速する時とかにブレーキ残しながらギュッて入る時に、後ろが KPC の効果もこれ絶対的にありますけど。なるほどね。なんかね、この要コントロールがちゃんとできてる感触っていうのを、だから、まあ一番最初に言った通りだな、車との一体感がすげえ高まった。ロードスターがこうあるべきかどうかって言われた時に、そこが、これまた、ロードスターってもうすげえ歴史あるじゃないですか。で、1代目からどんどん乗り継いでる方とかは、多分それぞれの方が抱いてるロードスター像ってあると思うんですよ。だから電子制御をどんどん頼ってくる、例えば KPC すげえのは分かるけども、いや俺そういう電子制御頼りたくないんだよねとか、そういう気持ちの方もいらっしゃると思うんですよ。だからポルシェで言えば空冷エンジンすげえ良かったよねとかね、あの NA エンジンってやっぱいいよねとかね、速さで言ったら絶対ターボなのにねとかね。だからそういった感覚で言った時に、ちょっとこれはなんて言うんだろう、こんなに乗りやすく一体感が自然と高まっちゃってる感じでいいのかなっていう、そういう感触にもなる。だからあの排浴対応してくれたおかげで、シフト変速をそんなに頻繁にしなくても結構なんか走れちゃうような感触にもなってるし、そこがねどう捉えるか。だから初めてロードスターに触れますって言ったら、ロードスターってこんなにいいのって、これで言うと、なんか僕 GR86 とか BRZ に対してロードスターってやっぱ若干なんかいろんなところで緩んでる感じあるよね、一体感とか安定感とかそういったところでちょっと癖あるよねって、これ全く癖ないです、そういった意味では。だから入門編これだと思います。今だから僕今まで入門編で結構 BRZ とか86の先代モデルを結構おすすめしてたんですけど、これで言うと入門編絶対にこれロードスター、そういう言い方にはなると思います。そのぐらい誰もが乗って、うわすげえね、扱いやすいね、コントロール性いいね、それでいてなんかスポーツだね、楽しいねって、まあ、全部が詰まってるっていう、これはすげえいい進化。でも今までのロードスター乗りからしてみたら、いや俺ここまで乗りやすくなっちゃうのロードスターじゃない気がするみたいな声を裏返りましたけれども、なんかそういうような印象はあると。やべえもう時間ない、ちょっと楽しく走りすぎちゃった。はい、まあ、今回はね、すべて、じゃあ25万円だら高いんだったら、いや、俺仙台でいいよっていう感覚の人も出てくると思います。でも、25万円、僕も最初すげえ高えって思ったんですけど、いや、中身聞くとね、高くない。あの、背景言うと、すごくざっくりですよ。今年の7月からサイバーセキュリティ法というのが、まあ、施行されて、要は、ハッキング対応なんですよ。今、例えば、
結構ね、ホワイトハッカーとかの大会でテスラを外からハッキングして動かすとか、そういう大会とかもあったりするんですよ。あのどのぐらい短い時間でテスラを、でそれに対してホワイトハッカー同士で守る側のソフト、攻め側のハッカー、まあそういうのが分かれて、チームが分かれて対決とか、そういうのもあったりするんですけども、だから結構ね、ハッキングっていうのは日本だとまだあんまそういう危機感ってないかもしれないですけども、でもそういうハッキングされちゃうっていう、だからキャンインベーダーで結構車取られたりするのも、あれも一つのハッキングなんですよ。あれはメカニカルハッキングなんですけど、今度は無線型のハッキングが、あの有線ハッキングじゃなくて無線ハッキング、ネットハッキングっていうのがどんどん対応しなくちゃいけなくて、それがサイバーセキュリティ法でなった時に、今マツダ車でいうとサイバーセキュリティ法に対応する、要は電子プラットフォーム、要はキャンシステムを積んでるのは CX60 だけなんですよ。でこの車は CX60 のそれを全部移植した上で、そうすると何が起きるかっていうと、ライトとかも全部新しいキャンシステムになると使えないんですよ、今までの既存のものが。だからライトとかも全部変えました。だからセンターモニターも映らなくなっちゃうので、センターモニターも変えるんだけども、例えばマツダ3と同じの使えばいいじゃんって言っても、要は形状が違うし、やっぱね、フロント視界を妨げたくないので、だからロードスター専用で起こしましたとか、そういうのを全部やってったのが今回のロードスター。だから25万円高くなるっていうのはもうね、当然の話で、電動パワーステとかも、だから新しいキャンとかにも対応するためにとか、そういう中で全部仕上がってるって思ってもらうといいかと思います。だからどちらかというと、サイバーセキュリティ法対応のために、まあいろいろなものが変わり、変えなくちゃいけなくて、変える時に、あ、じゃあこれもやろう、あれもやろう、あれもやろうっていうのを全部やって、最後デフだけは、じゃあこっちデフ使った方がいいんじゃないみたいな、まあそういう結果、まあわかります、言ってること。まあなので、何にせよ、まあめちゃくちゃいい進化してきてるので、これちょっとね、まあ先代モデルもいいけども、これ新型もいいな、ちょっとすごい興味出てきました。すげえ質感高いです。はい、おすすめでございます。この後ハードトップ乗ります。で最後 S グレードも乗ります。 S グレードはそのデフが入ってたりもしないので、オープンデフなので、ちょっとそれらも別動画になると思いますけども、見ていただければ幸いです。いやー、駆け足だったのですげー心配ですけど、はい、ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。いかれほ。さあ、この動画がどこについてるかわからないですけど、まあ多分おまけ動画だと思うんですけれども、これがまず新しいサウンドコントロールの部分ですね。あの、インテークのボックスのところから導かれて、まあ86とか BRZ とかもこれやってますけども、要は吸気音を車内に響かせようっていう、これ今までもついてるんですけど、あの RS とかね。で、それが、ちょっとね、その、ここがもう少し大きかったので、これ要は強振材なんですよ。なので、強振材、この中にこういうプレートみたいなのが入ってるんですけど、これが強振することで、まあ空気を震わせることで、まあその吸気音が増幅されて、車内に届くような、まあそういうような機構なんですけれども、それが今まではね、結構中回転領域から高回転まで、まあそういう領域じゃないと響かなかったのが、低回転からもちゃんと、まあ全域で響くようにっていう形の、要は聞かせる音っていうのを、やり出したっていうのが特徴的です。まあ背景としては、やっぱ今騒音規制がどんどん厳しくなっているので、今で言うとフェーズ2ですけれども、だからまあ走行音がどんどん規制が今厳しいじゃないですか。だからそれはタイヤの音とかまで全部入って厳しいんですけども、だから排気音も静かにしないといけないし、そうなるとスポーツカーとしては音が気持ちよくないよねって言われちゃうと嫌じゃないですか。なので最近は、スピーカーから音を出すであるとか、この場合にはインテークの音をちゃんと室内まで導いてあげて、室内で響かせるとか、だから外には音はあんまりいかないけども、車内には音はしっかりしてるみたいな、その加工のために、まあだから、メカニカル的にやるとこういう形、デジタルでやるとスピーカーから音を出すっていう、そういう形ですよね。これらは、これからもっともっと厳しくなります。まあだから継続生産者に対しては、だから2026年からそのフェーズ3の規制が入るので、騒音規制が。だからそうなってきた時に、もしかしたらね、結構クリアできない、ロードスターとかも危ないんじゃないかな。だからスポーツカー潰しみたいな、フェーズ3の、まあ規制が入ってくるわけですよ。で、まあそれらは、まあ順次、まあクリアしてくれるだろうというところで期待するしかないんですけど、今日お伝えしたかったのは、これ。知ってました？スーパー LSD って。まあこれ、例えばコペンとかのフロントとかのデフとかもこれかな？すごいコンパクトなんですけど、だから GKN が作ってるところか。
これそのまんま、これがデフです。これがよくリアタイヤとか駆動輪の中央にこんな形の形状のものが入ってるんですよ。これ右側左側にシャフトがついててタイヤがついててくるくる回るわけですよ。でこういう機構がなかったら何が起きるかというと、右タイヤ左タイヤまっすぐ走ってる時には同じ回転数だからいいですけど、曲がる時って内側の方が小回り、外側の方が大回りするわけじゃないですか。だから回転差があるじゃないですか。その回転差をうまく修理するのがこのデファレンシャルギアみたいな形で、これみんなどの車もついてるんですけども、それがあると片輪が浮いちゃった時にヨーンって空転しちゃうよねって、要は回りやすい方のタイヤに駆動力を与えるっていうのがこのデファレンシャルギアなので、だから回りやすい方、抵抗の少ない外側のタイヤ旋回するときで、だから外側のタイヤにトルクがいって旋回がスムーズにいくっていうのがデファレンシャルギアなんですよ。それがないともう旋回がギクシャクしちゃってしょうがないんですよ。だからまあデファレンシャルがあると旋回がスムーズです。デファレンシャルがないと安定感抜群、要は曲がらないぐらい安定感が抜群になるっていう、そういう話です。だから安定感を取るのか旋回力を取るのか、まあこのだニーズ背反なんですよ。だからよく僕が言うリアタイヤのしっかり感を高めた時には、そのリアタイヤのしっかり感を任すようにフロントタイヤギュッてまず曲がる力で引っ張っていかないといけないので、だからリアタイヤの直進安定性とかを高めれば曲がりにくい車になるよというのと一緒で、だからデフもそういう機構なんですよ。でそれらをうまくコントロールするのがこのスーパー LSD って言われてる、これだから20年前から採用されてるものなんですけど、これ結構ね、トルセンとか、ちょっとこっから超マニアックですよ。デフのこと知ってる人じゃないと理解できないかもしれないですけど、これ、通常のオープンデフにしようと思ったら、これね、すげえ仕組み知ると画期的なんですけど、これラジコンやる方はわかると思うんですけど、これで通常のオープンデフ。だから、右タイヤが回ると、これで回転差をこれ処理するんですよ。こういう動きでね。うん。だから、これがオープンデフ。回りやすい方のタイヤに、駆動力を与えるっていう。で、そこに対して、これ、スーパー LSD って、今まで何してるかっていうと、これ、左右の回転差が生じた時に、このギアって中でギュって登ろうとするんですよ。この刃の中を。わかります？この外側のお皿に対してこれが組み合わさった時に回転差が生じたり、まあトルク差が生じると、これがギューってせり上がろうとするじゃないですか。このせり上がろうとする時に何が起きるかっていうと、これ外側にそれぞれがせり上がると、これがギュッて開くの分かります？これが回転差が生じてせり上がると、この山をせり上がって、これが外にギュッて圧着されるんですよ。圧着されるとどうなのかっていうと、ここに、こんな話誰が聞きたいんだろう。圧着された先、これケース側についてるんですけど、ここがだからクラッチ代わりになるんですよ。ここがギューってどん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 強く圧着されると、これが回りにくくなるんですよ。だからそうするとデフが効いてくるっていう。だから昔はここを多番プレートクラッチとかでやってたんですけど、まあそれがレースとかでも今でもよく使われてる多番プレートクラッチ式の、まあ機械式デフって言われてるものなんですけど、あれカチャ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 すんげえ作動音が大きいので、それじゃなくてこれをやると作動音が小さく、しかもコンパクトで軽量。これだけで LSD ってもちろん機能するんですけども、普段からイニシャルトルクである程度デフを効かしていこうと思った時に、これをある程度クラッチ側に、これ外側に押し付けておかないと、要は準備運動の段階でできてないので、だからそれを押さえつけるためにプレートつけます。こっち側にもプレートつけます。面白いでしょ。このオープンデフをベースにしながら、たったこれだけ。このバネが本来もうちょっと長いんですけど、今は分かりや、まあ、外せるようにこの長さに切り取られてる、まあデモ用のこれものなんですけど、これを入れてあげて、この反発力が、これがイニシャルトルクって言われてるものなんですよ。よくデフで、よく LSD とかでイニシャルトルクって聞くと思うんですけど、イニシャルトルクってこういう話。だから最初からどのぐらいの力でもって、このデフをギュッと外に張らして、まあ、ここの
クラッチの部分を機能させておくかっていう、そういうお話。だからこのイニシャルトルクがかかってる時に回転差が生じると、これがさらに上ってきて、イニシャルトルク以上にもっとギューって外にギアが開かれて、回転差抑制をするっていう。だからそうすると、両方がリジットに動き出すっていう、右が1回転に対して左が1回転回ろうとするような、クラッチが働くとね、だからこのギアがないのと一緒、もうリジットでつながるっていう形になるっていう、そういうお話。これマジこの片方だけでこんな感じ、こうが今までついてたんですよ。で今回はこれ何かっていうと、加速も加速サイド、例えば加速してる時に回転差が生じる、減速してる時に回転差が生じる、それがもうイコールでしかこれ効き具合は調整できないんですよ。だから加速だけたくさん効かせようとか減速だけたくさん効かせようっていうのはこれ基本としてできないんですよ。まあそれをやろうと思ったらここの歯の形状を工夫するのもいいんですけども、噛み合わせが悪くなるので基本できないんですよ。でそこでこれすげえっすよ。アシンメトリック LSD ってこれが出ました。基本としてやってることは一緒。でもさっきのこのバネがなくなったじゃないですか。このバネがなしでどこ行っちゃったのっていうと、そのバネ実はこの間ここに来たんすよ。あ、こっちほら分解できるようになったんです。前これ一体型だったんですけど、分解されてここにサラバネが入ってるんですよ。これワッシャーに見えるんですけど、ちょっと歪んでるの分かります？これサラバネだから、これがペタンって潰すのに結構トルクがいるんですよ。これがイニシャルトルクを決めるんです。でだからこのコイルスプリングがこのサラバネとしてここに入ったっていう状態です。なのでよりシンプルになったでしょ。だからそれだけだったらこれの形状違いバージョン、だからバネの形が違うよねって。でもこのバネってこれ2箇所でしか支えてないので、これ4箇所で支えたりしたらもっとガタが少なく、もっとイニシャルトルクが安定してかけられるんですけど、これイニシャルトルクの安定化っていうのがなかなかできなくて、要は180度の対面でしかこれバネ入れられないので。しかしこれサラバネの場合って360度均等でこれ圧力かけれるじゃないですか。だからイニシャルトルクが安定するんですよ。だからそれがねやっぱり利点だから、デブの効き具合をコントロールしやすいんですよ。でさらにもっとすごいのが、こっちはここのガタがなくなったんですよ。わかります？ここのガタがなくなったんです。こちらの今までのスーパー LSD ってここのガタがあるんですよ。なぜならここが回転差生じると、この山をこういう風にギューって登ることで、回転差が生じて登ることでこれを外に圧着してたので。でも今その機構ではなく、これもうその機構は使わないで、これガッチリと噛み合わせができるようになったんですよ。だからトルク容量も増えるでしょうし、ガタが少ないからバックラッシュとかも少なくなるでしょうし、じゃあどこでデフの効き具合、要はこのギュッて広がる力を発生するのっていうと、この中身中身。だからこれ機械式デフとかを組んだことある方とか知ってる方は、そこに、あ、カムが来たのねって思うかもしれないですけど、ここに来たんですよ、中。ほら、わかります？刻んであるの。この刻んであるのが、角度が、これ実は左右で違うんですよ。この回転方向に対してリーディング側とトレーディング側で考えたら、リーディング側、トレーディング側も、もっと言えば加速サイドと減速サイドでこれ角度を調整できるんですよ。だからこの角度調整ができるようになった、要は今までのこのやり方って何かっていうと、もう一つの形状でしかないので、噛み合わせを考えると。だから加速も減速も同じ比率でしか、これトルクバイトレシオは決めらんなかったんですけども、今回はこの角度を調整できるから、加速サイドと減速サイドで。なのでこれトルクバイトレシオ、要はデフの効き具合を加速サイドと減速サイドで自由にコントロールができるっていうのがこれ特徴的なんです。今回ロードスターの特性に合わせて、減速サイドに対してトルクバイトレシオは 2.2 かけると、加速サイドは 1.8 かけると。だから減速サイド方向に対して
聞いてるっていう、聞かす、より聞かすっていうのを旋回力に対して安定感ですね、に使い出したっていうのが特徴的なんです。だからロードスターって旋回するときにブレーキ残しながらカーブに入ろうとするときに後ろがフラ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 ってする特性が、やっぱロードスターの方の方はわかると思うんですけど、それが若干あって、で、それを解消しようと思ったときになんでそれが出るかって、デフの利きが甘いからなんですよ。デフの利きが甘いと、要は旋回力重視の方にデフの利きが入っていると、要はフラフラすると。だから、デフをより減速サイドで効かしてあげたら安定方向じゃないですか。曲がらなくなる方向ではありますけど、安定方向じゃないですか。だからそっちにこれを使ってあげて、だから KPC でもやるんですけれども、これでもやってあげるっていうのが、まあ特徴的。だから KPC は車両の姿勢変化を抑えることで、車体の4つのタイヤの、まあ設置コントロールっていうのをやるのが目的。で、こちらは、陽コントロールですよね。陽が、なんか、だからリアが滑るとかも含めて、唐突に変化するっていうのを防ぐための、これはアイテムです。で、これが S グレードになると、要は軽量重視の S グレードね。だからセンタートンネルのブレースも入ってないし、リアのスタビライザーも入ってない S グレードになると、これはついてない通常のオープンデフになります。だからもう旋回力優先パターンのデフが入っております。でも、旋回力優先パターンになると、どうしてもやっぱ左右の回転差が生じやすいので、で、KPC は左右の回転差をベースにして電子制御 KPC は働くので、要は、旋回してる時の内側のリアタイヤにだけブレーキをかけて車を引っ張るようなね、車体がめくれ上がらないようにする KPC っていう電子制御の、まあ、技術ですけれども、マツダ独自の。だからそれは、後輪の左右の回転差をベースに働くっていうのを考えると、だから S グレードはこのデフが入ってないので回転差は生じやすいんですけど、生じやすいっていうことは KPC は入りやすいんですよ。だから KPC が最も入るのは S グレード。で、他は KPC は若干入りは弱くなるけども、その分このデフでもって安定感を機械的に出していくみたいな、そういうような理解でもいいかと思います。まあ何にせよね、ちょっとこういうアイテムがあるなんていうのは滅多にないので、ちょっと今回僕も説明を、なかなかこれ説明は難しいなと思いながらもチャレンジしてみました。どうだったでしょうか。だからここにドグクラッチのなんか溝みたいなね、それが入ってんのがすごい、とこですね。だから実際はこれが回転差が生じると、ここがさっきの山分だけこういう風にちょっと浮くんですよ、少し。加速サイドをちょっと浮く、減速サイドを浮きづらい。加速サイドがこっちだ。減速サイドがこっちだ。何のこと言ってるかわかります?だから今僕がこっちを回そうとするのとこっちを回そうとするの、山の角度が違うので、さっきのこの噛み具合の。だから、加速サイドだとこれ 1.8、減速サイドだと 2.2 っていう、この違いがあると。だからまあ一番最初にも言った通り、あとはサラバネを使っているので、イニシャルトルクコントロールができるので、だから今回、実はね、イニシャルトルクで言うと、こっち、イニシャルトルク46ニュートンぐらいかかってるんですよ。それが今回ね、26ニュートンぐらい下げれてるんですよ。で、なんで下げてるのか、下げてもちゃんと効き具合は最初からしっかり出てるんですよ。で、なんでそれができるかっていうと、こっち、イニシャルトルクが、だから180度違いのここでしか皿を入れられないので、バネを。だから、やっぱ安定しないんですよ。だこっちはもう360度全体でイニシャルトルクをかけれてるので、圧をプレッシャーをかけれてるので、だから、まあデフの効きをコントロールしやすいので、なのでイニシャルトルクを下げてあげてもしっかりと効き具合までコントロールできるっていう。だこれね、すごいですよ。アシンメトリック LSD という名前ですけれども。まあデフとか見たことない方は、何のことこの人言ってるんだって思うかもしれないですけど、車ちょっと詳しい方は、へーってそんなんだったんだの前に、今までのマツダのロードスターのこのデフ自身ちょっとびっくりしません？あ、そんな簡単でそんなになんか効率のいいデフだったんだっていう。これね、だからオープンデフに買ったこれ、このプレート2枚とバネを入れてあげて、これでイニシャルトルクがかかり成り立つっていう。これほんとね、すごいですね。はい、スーパー LSD。 これ通常の、はい、これがケースに入った LSD で、はい、これが新しい。で、ちなみに、最終的に、ここの外の横溝あるじゃないですか。この、こ
ここね、ここ、ここがクラッチプレートが当たる場所だと思ってください。そこに対してここがどんどん擦れて摩擦でもって、これでデフを拘束していくわけですよ。タイヤの回転差をここでどんどん圧着されると回は滑らなくなってくるので、これでデフが効くっていう、左右が同じように動くっていうところなんですけど、油膜切れしないようにここに入ってる溝の形状とかがすごいミソなので、いやー、これはちょっとマニアックになりすぎたな。ごめんなさい。ちょっと次から考えよう。ちょっとね、僕個人的に、お、これすげーじゃんって思ったので、思わず動画を撮ってしまいました。これすごいですよ。だからこのイニシャルトルクを変えようと思ったら、サラバネのどれだけ圧着最初かけるかだから、この中間プレート、これね、これをちょっと厚みを増やしてあげると、あのサラバネが押される形になるので、イニシャルトルクがどんどん増えていくっていう、そういうお話です。うん。理解されてる方じゃないとちょっとわかんないけど、ごめんなさい。まあでも、まあいいでしょ。うちっぽい動画だね。ありがとうございます。これちょっと説明難しかった。チャレンジしなきゃよかったって、どんだけ今カメラ回してから後悔したか。はい。ありがとうございます。失礼いたします。いいから行こう。